はい、それではもう一つ、今回はですね、従前の8割そばっていうのがあったんですけど、今度は名前を変えて8割、岩手わんこそばということに変わったみたいですね。商品の特徴はですね、見てみると、ひきぐるみそば粉と中心部のさらしなそば粉をバランスよく配合した、どのどごしの良い8割そばですと。そば粉8割ですね。で、そば粉のそばの実の外側と甘皮まで一緒に使ったひきぐるみそば粉とそばの中心部のさらしな粉を使用しましたと。で、実際麺の角が立ち、ボソボソ感の少ない上品なのどごしが特徴の8割わんこそばですということで、まあ、ひきぐるみ使うとボソボソ感出ちゃうということで、ね、今回はそれをできるだけ感じさせないようにしたいということで作ったんですね。はい、こういうことでございます。これは後ほど。今度は小山製麺さん、9月から発売の8割岩手わんこそばということで、食感に独特の味があるということなので、これを茹でてみました。で、早速、食べてみたいと思います。ではこれを入れて、それから次はネギを散らして、そして食べてみたいと思いますので、はい、食べてみますよ。で、そばこっち、はい、そばこっちですね。はい、じゃあいただいてみますよ。はい、いきますよ。いいですか。はい、はい、いただきます。そばの甘さは残ってる。ボソボソ感はひきぐるみを使ったの割には食感としては残ってるけど、バサ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 っぽいっていうか、イカラっぽくないっていうか、そういうふうな感じでは全然ないですね。さらしなの特徴を出しながら、上手に作ってるな。うまいなこれ。上手なそばだと思う。香りもあるし、上手だねこれ。ちょっとお値段、当たり前に普通です。変に安い約束したそばじゃないので、甘さも出てくるね、麺からね。小山製麺さん、ずいぶん苦労してるな、工夫してるな。そして小山さん、そば粉の香りがしないと、そばの香りがしないと、美味しくないなと思うけど、そばの香りもしてるし、だから遅いし、甘さも最後にグッと出てくるので、なんかこれわんこそばのわんこそばより美味しいな、そんな気するな。もちろん新そばに比べればね、落ちるけどさ。だけど、ひきぐるみを使った割には、美味しいね。これいいかもしれませんね。日本三大そばって書いてます。
美味しいと思います。